広島対岩田第4節。まずは前半8分、広島川辺が打っていきました。まあスペースをねしっかりと見つけてフィニッシュまで持ち込みましたけどね。はい、続いても川辺のフリーキック、カミンスキーがしっかりキャッチしました。続いて岩田、前半14分、田口のヘディング、上げたのは大南。前半21分、広島です。最後稲垣が狙っていきました。まあしっかりね枠を捉えてましたけどね、前半34分、岩田、アダイウトンが狙っていきましたが、はい、まあ、このシーンがね、まあ、唯一岩田がいい形をね作れたシーンになったと思いますけどね。はい、そして後半7分、アダイウトンが振り切ってここ切り返す、最後シュート。まあ、突破力ありますし、まあ、最後ね、まあ、フィニッシュという、まあ、シュートの、ね、選択肢を、しましたけど、はい、そして岩田、川又のヘディング、これがアディショナルタイム、稲垣が打っていきましたが枠を捉えられませんでした。